radio jam, we wanna be your number one。ダメだ、スワクニー、ゼロゼロニーマさん、ファッキンサム、ヒップホップ、ブーカテオリー。ここらで登場に捨てたいや、大通り道、明けの奥、並ぶ超人。なんて気がしない、まあ、ここさ無理でな即見せじまい入り口期待してくぐるでっかいもそこではびこんのは奥の魔界も Like that 細胞のようなフレーバー勝手にやればだが迷惑かけない Hungry 精神が生み出した文化がバカによるもはや遊びの音楽さびれるバカ運転し高校生アスリカルでもここなら生き当選個性的な割にはの前後見た目のような腐敗グループの応酬ポジティブような牙持つマイク BQ ばかり作り出す最終最終芝生たちが持つ天秤なめんとやった切なに取られるエンジンダメだスワクニー002マザーファティサムヒップホップカテゴリーここらで登場に捨てたいな大通り道なんの奥並ぶ超人ダメだスワクニー002マザーファティサムヒップホップカテゴリーここらで登場に捨てたいな大通り道なんの奥並ぶ超人ラッカーセットワーゲットバックエンドなら旋回ダミックタムコのハイセンスこの曲カマキリに再生ラブメンスクリーンよける激愛でそっさきよくスケッツミュージックショーカーライナー遠くにウィヒットボーカーちょうど急ライム戦艦月間からガンガンセッパー起こすアフケンセットソーカー蛍光セミの少しだと出す才能愛のグロテイトここは戦場玉を打つ代わりに音楽を演奏それぞれ戦闘 D.I.S. ベロン先導するついてこい分かりやすい正統派世に送り出さる夏秋冬一年中絶えず地球選手団超えても続ける練習ダメだスワクニー002マザーファティサムヒップホップカテゴリーここらで登場に世代の大通りに近くの奥並ぶ超人ダメだスワクニー002マザーファティサムヒップホップカテゴリーここらで登場に世界の大通り道なけど奥並ぶ超人。はい、ということで皆さんいかがお過ごしでございましょうか。ちょっとマイク遠いな。ということで、レディオジャム、We wanna be your number one。はい、そんなことでお送りしております。わたたでございます。3月9日の日曜日。はい。今日のオープニングですね、インザグループスーパーノバ、21世紀型アーティストアークスコーナー、一番最初はですね、スクラッチすると疲れるぜ。ニセダイヤさんのですね、ダメ出し、これ、なんて読むの読めないよ。ダメ出し、2-0×2-2 と書いてあるんですが、なんて歌ってた？スクラッチしてるとあんまり聞いてないんだよね、本当のこと言うと。ニセダイヤは、これなんていうの、タウリンの別名で、今は音楽集団ラッキーリップの一員として活動しておりますということで、紹介の方ではニセダイヤさんという名前で紹介しますが、ラッキーリップっていう音楽集団なんですね。それで、ラッキーリップは適当な音楽集団で、ジャンルにとらわれず個人個人の活動も尊重しながらやっていこうということで発足しましたと。発足しましたと。で、元より、こういった体制のため決まったメンバーなんていうのもおらず、ふらふらと活動しておりますと。で、タウリンは昔のゴリゴリ系から一皮向けて、ラップ、ツーステップ、ジャズ、ボサノバ、ラウンジなどの、クロスオーバー的な雰囲気でそれなりに頑張っていますということで。今日聴いていただいたのはもうゴリゴリのヒップホップだったんですけども。まあ、こういう曲もやりつつ、ツーステップとかジャズとか、ボサノバ、ラウンジなんかもやるということで、幅広いですね。こういうの大事だと思いますけども。ということで、ホームページは www.h2.dion.ne.jp スラッシュチルダラッキーディップ LUCKYDIP と、このようになっております。ということで、スーパーノヴァのホームページの方からリンク貼っときますんで、ぜひぜひチェックしていただければな、ということで、今日のオープニングはですね、21世紀アーティスト発掘コーナーインザグループスーパーノヴァ。ね、このアーティスト来るぜ、この時代に。
ね、そのアーティストの今日のオープニングはですね、ラッキーリップこと偽ダイヤさんって言った方がいいのか、逆か、偽ダイヤさんことラッキーリップのダメ出し、読めないっていうことで、スーパーノバウェブサイトの方で確認してください。あー、ということでですね、いやもうフラフラの状態なんですよ。もうね、昨日ね、晴れてたんですけど、花粉症の薬飲まなかったもんで、ボロボロになってですね。それで、もうそのボロボロの状態で朝起きて、で、今ようやく立ち直ったぐらいの、もう、薬はちゃんと飲まなきゃいけませんね。いくら眠くなるとかなんとかあっても飲まなきゃいけないなと思いましたけども。そういうですね、ボロボロ状態の中今日お届けしておりますので、まあ、なんかですね、鼻詰まり気味だったり、聞きにくい部分とかが結構あると思いますけども、まあ、なんて言うんでしょうね。まあ、そういうこと関係なくですね、今日も番組をお楽しみいただければな、と思います。はい、ちゅうことで、いろいろな話があるんだけどね、またウェブ制作、いろんなアーティストさんのウェブ制作の話とかですね、あとなんだ、大学の成績が出たりとかしたんで、その話はちょっと後回しにしてですね、とりあえずスーパーノバ、なんだ、曲の方をご紹介いたしましょう。ということで、いろいろとですね、いろいろなことが起きてますが、今日のですね、スーパーノバ2曲目はですね、シュガーブレッシングという方のですね、星の歌という曲です。ちょっと季節的にはなんて言うんでしょう、思いっきりずれまくってるんですけど、テーマが七夕だそうで、今3月お彼岸のですね、この時期にかけるのはどうかなと思う、もう思う気もあるんですけども、まあいい曲なんで時期か問わずにですね、聴いていただければなと思います。ということで、今日のですね、インタグループスーパーノバ2曲目はシュガーブレッシングの星の歌です。聴いてください。どうぞ。
ということで聞いていただいております、シュガーブレッシングの星の歌という曲なんですが、シュガーブレッシング、東京埼玉で活動しているピアノ弾き語りスト。新しいですね、弾き語りスト。5歳からピアノを習い、高校の時所属した合唱部がきっかけで歌を勉強すると。で、現在は大学でクラシック声楽を専攻中。あ、だから声が伸びてんだ。さらに大学合唱団で修行中。中学時代から曲作りを始めて、高校時代はコピーバンドなどでロックやポップスに触れると。で、自分で作った曲を自分で歌いたいと思い、19歳から本格的にソロ活動を開始し、打ち込みポップス、ピアノ弾き語りバラード、あとクラシック古典歌曲や合唱曲のカバーなどを含めたライブを行う。で、そのライブがですね、3月の29日土曜日、埼玉県の北坂戸ジャーニーマンにて行われるそうです。東武東上線って書いてあるよ。で、ちなみにこのシュガーブレッシングの由来なんですが、高校時代に私がボーカルを担当したバンド名がシュガーブレッシングで、直訳すると自分の本名になっている。シュガー、砂糖。なるほどね。なるほどね。ちなみにこの曲、星の歌という曲はですね、七夕をテーマにオリジナルストーリーを書きましたと。運命などという重いものじゃなくても、その時はどうしようもないことが世の中にたくさんあるものです。叶わないかもしれない願い、思い、希望。できることなら叶いたい。織姫と私の気持ちをシンクロさせた切ないラブバラードです。ということで。なるほどね。ホームページは www.geocities.co.jp/music-vocal/7298 ということで、スーパーノバページからリンク貼ってきますんで、ぜひチェックしてください。ということで番組はまだまだ続くんだよ。ということで、次は、マンスリーピックです。こんばんは、声マニアのカズマです。いい声が好きなあなたのためのラジオ、イノセントハルシネーション。毎回本当に素敵な声の持ち主が現れる。心地よく聞きやすいをモットーに喋り倒します。爆笑フリートークに本格ラジオドラマなど盛りだくさんの30分。今夜もあなたはメロメロだ。イノセントハルシネーション。ホームページヘブンリーブルーの URL は www.gofer.tokne.com/home/heavenlyblue。 これを聞かなきゃ眠れない。各週土曜日更新のミスターワイのワイワイラジオ、ぜひラジアン商店ホームページアドレス内から聞きに来てください。アドレスはホームページ3.nifty.com/radioshoです。ミスターワイのワイワイラジオ、どうぞお楽しみに。インザグルーヴスーパーノバ。
い、ということで、マンスリーピック1ヶ月通じてですね、このアーティストを押していこうぜということで、今月3月はオプティミスティックさんを、フォローしておりますが、今日聴いていただいたナンバーは Feel You という曲なんですけども、プロフィール入手いたしました。2001年5月5日結成、大阪で活動、2003年にスタジオを構える。地持ちですよ、スタジオね。で、ボーカルがまちこさんで、キーボードがひろおきさん。で、プログラミングが K2W さん。なんか別の読み方があるのかもしれないけど、K2W さんは。で、初ライブがですね、今年1月18日にやって、で、メンバー全員がお気楽主義のため、活動速度はかなり不安定です。早い時は早く、遅い時はかなりの期間進展がありません。楽曲の方向性としては J-POP ですが、特に何系と決めているわけではなく、その時の感覚でいろいろなテイストを取り込もうという感じですと。で、オプティミスティックはそういうお気楽な雰囲気を表現したのかもしれません。なるほどね。なるほどね。ということでですね、このオプティミスティックさんのサイトをですね、私がウェブデザインというか、作ることになっております。どんなウェブサイトができるのか。お気楽主義っていうのをどうやって表現いたしましょうね。お気楽って難しいよな。しかも、この音のこのかっこよさに合うお気楽な感じを俺が作れるのかな、よくわかんないけど。また来週も曲ご紹介いたしますので、ぜひチェックしていただければなと思うところでございますけどもね。ということで番組まだまだ続くということで。あ、そうだ。今日の、マンスリーピックはですね、オプティミスティックの Feel You という曲を聴いていただきました。皆さんこんばんは、のぎるです。私のホームページ GAV ではインターネットラジオ前中の GAV を公開しています。URL は http://www.co/gav です。どうぞよろしくね。今日 FM スペシャルエクスプレスはフリートーク競馬音楽を中心とした番組です。ぜひ一度聞きに来てください。アドレスは www.ne.jp/asahi/kamuro/kyokm/krs です。皆様のお越しをお待ちしております。
ということでお送りしてまいりました。3月9日日曜日、サンキューの日ですね。今考えたらね。ということで、どうでもいいよな。レビュー上も言わない、言わない、ママインザグループスーパーノバー、21世紀型アーティスト発掘コーナーも、今日は終わりですね、ここでね。今日の一番最後の曲は、さつきさんのデイニングという曲です。プロフィール。子供の頃から音楽が好きであれこれ習うも分け合って一度音楽を冬眠してしまう。氷河期を超えパソコンを手に入れたのをきっかけに DTM なるものを知って、ある日突然冬眠から目が覚める。そして作ることの楽しみを知り、ほぼ自己流で音楽制作に没頭。最初はソングライターを目指すも、自ら歌うことで表現することの楽しさ、喜びを知り、インディーズで楽曲を提供しながらも、自らの歌もネットで配信するようになると。今を生きる人のありふれた日常の断面を切り取って、音に、言葉にライフタイムソングにしていきたいと願う。シンガーが後からくっついたシンガーソングライター。ということで、ホームページは、http://heart.abz.jp/さつきということで。こう最近この DTM で音楽の世界にまた目覚めるという方が結構多いですけども。そういう意味ではパソコンがいろいろなね、形で影響を与えてるというのが、なんかわかる感じがいたしますね。よく、何が言いたいんだよ、これは。そんなわけで、今日のね、いろいろあった番組でございましたけども。はい、ということで。なんかね、まだね、花粉症のね、薬のせいかよくわかんない。喉がめちゃくちゃ痛いよ。そんなわけで。みんな気をつけましょうね。本当に花粉症、花粉症に気をつけるんじゃなくて、花粉症の薬はちゃんと飲むように、するという、そんな感じで。ということで、インザグループスーパーノバーではですね、皆さんからのメッセージを、ちょっと募集してたりします。まあ、感想なんかくれるといいですね。スーパーノバホームページのところにですね、なんかちっちゃいホームがありますので、ささやかにメールを募集しているのがよくわかるようなちっちゃいものが、ホームがありますので、そこからぜひ、ポチッとなと送ってくださいね。あとね、スーパーノバはみ出しインフォメーション。これはスーパーノバの過去ご紹介したアーティストのですね、だから直接はご連絡いただかなかったものの、私が足で拾ったものをですね、掲載しているコーナーでございまして、大体まあパブリック媒体から拾ったものが多いので、そういうのが載ってたりします。例えばクラムスさんがなんだっけ、エッチっていうね、ロッキン音が出してる雑誌に紹介されてたりとかです。紹介っていうかほとんど取材記事になってましたけども、そういうのが載ってたりしますんで、ぜひぜひ。ね、チェックチェックチェック。で、スーパーノバウェブサイトだからいろいろ見どころありますからね、ぜひチェックしてくださいね、ほんとね。毎日のように見てるといいかもしれませんよ。さて、私的にはですね、そうだな、またアーティストウェブサイトのデザインをですね、まだいっぱいやりますんで。まあ、ソウルソートさんとかいろんなウェブサイト作りましたけども、今作ってるのはね、チャンチさんのホームページをまず作ってますね。過去ご紹介しました、うちの、番組でも。あと、先週紹介したアーターコータさんのウェブサイトも、今ね、ラフの段階なんですよ、まだ。ラフっていうのは、私が、そこら辺にある紙に、鉛筆で、ビョビョビョっていうなんかデザインを書いた、レイアウトを書いたやつなんですけど、まだその段階で形には全然なってないんですが、まだラフの段階でね、なんかね、なんだっけ、ボルドーっぽいデザインっていう、どんなんかわかんないんだけど、ボルドーっぽいデザインなんですよ。ワインなんでしょうかよくわかんないんだけど。肩張ってんでしょうかよくわかんないけど。それじゃ瓶だよね。まあそんなことでまたウェブサイトを作ることになっております。さっき言ったオプティミスティックさんのウェブサイトも作りますしね。あとね、大学の成績上発表しましょうか。もう発表しましょうかって言ってる時点でいいってことがわかりますけども。いわゆる A プラスですね。A プラス。まあ大体だから評価で言えば100点ぐらいのやつなんですね。今学期はですね、3つありました。私がいかに優秀な学生かお分かりいただけましたでしょうか。こうやって自慢してるやつが一番危ないんですけどね。いろんな意味でね。ということで、さあ、そんなわけでですね、また来週もインザグループスーパーノバー込みのレディオジャム言わない言わない番をお届けしていきますんで、ぜひぜひ聞いていただければなと思います。あ、そうだ、レディオジャミページの方には DJ オンザウェブとかいろんなもの公開してたりしますんで、こちらもぜひチェックです。ということで、また来週お会いいたしましょう。わたあたでございました。